こんにちは。リラクゼーションサロン和願瀬の影やんです。今回は交際というツボについてお伝えしたいと思います。交際というツボは風邪の症状、特にですね、咳やね、喉の痛みなどのね、呼吸器系のね症状に効果が期待できるツボとなっております。では、交際の場所についてお伝えしたいと思います。交際の場所はね、この肘をこう曲げた時にこのシワが寄りますよね。このシワが寄った場所と、親指の付け根の場所、これをこう結んでやる半分ぐらいのところから1センチ肘寄りに寄せたところ、この場所ですね。この場所が、交際というツボの場所になります。ここをね、こう親指でこうギューッと3秒から5秒押さえてやって離す。で、また3秒から5秒押さえてやって離す。これを、左右、両方やってやるということですね。そうすることによって効果が期待できると思います。特にね、咳込んだ時などにこうやってちょっと押さえてやるとね、効果が期待できるかなと思います。ということでね、今回は交際というツボについてお伝えしました。どうもありがとうございました。